はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。佐川信行様、大きい赤ピッピ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。11月19日、明日、外国人実習制度廃止デモやります。東池袋中央公園、サンシャイン60隣接であります。13時30分集合、ご参集ください。天気は晴れ、最高気温18度、今日より2度ほど暖かいです。その実習制度ですが、政府有識者会議がですね、外国人育成就労制度に名前変えて、これまで3年だった転籍孵化期間を2年にしようと言い出した。日本で得た技術を母国で活用してもらう世界貢献っていう建前を捨ててですね、奴隷が欲しいっていうのを剥き出しに、何が育成就労制度って話なんですけど、世論です。奴隷労働だろ。奴隷制度って家をクズ。犯罪者として育成し、放流。2年経つ前に逃げるに決まってんじゃん。逃げ出したら担当者を罰する法律が必要。逃げられて当然のひどい待遇は変えないのか。米国に怒られたから、名前をちょこっと変えればいけるやろってアホか。こんなバカな制度やめて日本人を雇え。後世の政府が謝りまくる未来が見える。見えますね、これね。訴えられてさ、実習制度だろうが育成就労だろうが、人身売買の奴隷貿易なのは変わらないですね。岸田総理の弟がですね、実習生の窓口会社やってるし、麻生副総裁、日本ミャンマー協会っていうところの理事で、ミャンマーの実習生はですね、必ずここ窓口にしないといけないんだって、なんぼ中抜きしてっかしんないですけど、まあ立憲が発生してますよね。共産党や立憲なんかはですね、あのコラボとかパップスで、こそこそ、公金チューチューしてんですけど、堂々とガブガブしてんのは自民党ですからね。一番金額も大きいと思う。2年で転籍可能にすれば、失踪者が減るとは思えない。使う事業所はですね、使えない外国人が逃げるように扱うんだからね。ダメだなこいつって思ったら、逃げるようにいじめんでしょうから、とにかく制度は廃止で、賃金上げて日本人雇えよ。賃金上げられないような事業所はビジネス破綻してんだから、倒産しろよ。富士デモから12年。富士テレビの平均視聴率がテレビ東京に抜かれて民放最下位に。めでたし、めでたし。世論です。嫌だから見ません。振り向けば群馬テレビ。花王の不買も12年続けている。地獄絵図を正月に見せた恨みは忘れない。71歳を社長に据える時点で間違ってる。71歳なんだ。富士テレビの社長って。押したらさ、今、テレビ見てるメイン層、70代なんだがさ、社長が気に入るような番組ばっかりやれば、喜んでくれんじゃないの ?70 代は。それとも、70代は、そんなことしなくても見てくれっから、やらないってことなんですかね。センスが日本人と乖離しているから、通販番組多すぎると、指導が入ったそうだ。そうなんか。富士でも参加者としては、感慨深いもんですね。心残りなのはですね、当時の経営陣、12年前の経営陣は定年で逃げ切ってんだろうな、やりたい放題にですね、地獄絵図にダメージ与えたかったんですけど、残念だ。心残り。あの時もテレビ新聞の化石メディアは全て黙殺しましたけれども、今は NHK でも黙殺し、なかったことにしようとしてますね。NHK を倒すのに、富士のように12年かかるんだろうか。勇敢富士、自称、心は女、おっさん、女子風呂侵入事件について、稲田朋美衆議に見解を質問。事務所からですね、LGBT 法とは無関係という回答を得たそうであります。世論です。関係しかねえよ。いや、絶対関係あるだろ。関係ないと言える理由がない。社会を混乱させるだけのクズ法律。心の中なんて誰にもわからないんだから。証明する方法がないものに、権利を与えるなよ。片山さつきさんはですね、LGBT 法ができてからこうした事件が増えてるって聞いてるって言ってますよね。関係ないことないだろう。推進派の目的は利権です。ズバリ。各自治体にですね、LGBT 理解増進事業を
義務付け、やらせる。何やっていいか分かんない自治体にですね、勉強会や講演会進めてですね、すでに存在している LGBT 理解増進協会から講師を派遣するビジネス展開で儲けると。教科書的なですね、本はすでにやってですね、これまた推進派で一部ネタ運用が騒いでるだけって言い放った古谷圭司議員が監修してます。これ売れれば印税入ってきますね。バリバリの利害関係者ですね。自民党が一番公金集中してるのは間違いないですね。集中目的のいらない事業支出を際限なく増やされた結果がですね、税負担率 47% の地獄ですね。どっかでこれ歯止めかけないと日本滅びますよ。自民党がやりたい放題、いらねえ事業作って税金支出して、これどっかで歯止めかけないと、税負担率35ぐらいまで戻さないと滅びるよ、日本。ホストクラブ売掛金をめぐる相談急増。4ヶ月で200件超だそうです。であります。世論です。被害者面するのはどうかと思うぞ。男が騙されても社会問題にならないのにな。頭が弱いと利用されるわな。行かなかったら問題なかったのに。借金分楽しんだんちゃうけ？いつもニコニコ現金払い。金がなかったら利用できないようにすれば少しは立ちんぼ減るかもしんないですけど、そうなったらそうなったでね、稼いでから行くようになるだけ、かもしんないな。バカ治す薬がないようにですね、頭が弱い系女子を救う方法ないっすね。バカが無限に生えてくるように、頭弱い系女子も無限に生えてくんだろうしね。今日のその他のニュース、消費減税について時事通信が調査。減税に賛成 57.7%、 反対 22.3%、 どちらでもない 20%。 財務省のですね、消費税は福祉に使うからに騙されて福祉減ると困るって考えてるバカが2割以上いることに驚きました。金に名前変えてあるわけでねえのに、なんでそれ信じっかね。消費税は福祉に使えます。なんでそれ信じっかね。バカなんだな。米国議会、日本にトマホーク巡航ミサイル売却を承認。旧型200発、新型200発撃ってくるって、国産開発始めてますから、それまでのつなぎになりますね。中国と北朝鮮とロシアの網だめ。ネットアンケート結果、中国が嫌い 85.2%。 自民党はそろそろ目覚ました方がいいと。スイスの大手語学学習企業はですね、非英語国113カ国の英語力を調査。日本は87位、下の方ですね。過去最低。日本の順位としても過去最低。日本は英語を必要としない国だからな。世界のネットを飛び交う言語の量なんですけど、1位が英語で2位が日本語です。中国語じゃないんですね。たまに日本語が1位になることもあります。日本以外の国が英語に依存しすぎなんですよ。日本以外の国は英語ないと生きていけないんですよ。情けないですね。HTML コードが英語でなければですね、日本語が世界の覇者になったかもしれないな。日本人は他の国の人らに比べて10倍ぐらい書き込むってことなんだよね。要するに、ブログやらツイッターやらフェイスブックやら。秋田県庁に熊駆除をやめないと職員に危害を加える。ファックスが届き警察出動。電話だとガチャ切りされんで、ファックス使ったんすかね。まあすぐに捕まるでしょうね。バカなやつもいたもんで。皇居の天守閣再現について東京新聞、城はナショナリズムの象徴。だからどうしたって話なんですけど、厳しい現実から国民の目をそらせ、都合の良い提案。文句があるみたいですよね。さあ皆さんご一緒に、東京新聞の逆が正解と。つまり皇居の天守閣は再現、作った方がいいと。東京新聞がこう言ってんだからね。何が城はナショナリズムの象徴、それの何が悪いんだって話なんですけど、東京新聞おかしなこと言ってるよな。というわけで、明日いよいよデモやりますんで、皆様よろしくお願いしますよ。家で毛づくろいしてないんですまあ床ネズミの話なんですけど、ユニバース25のですね、まあデモに参加しなくても
生きてはいけますけどね生きてはいけますけどね、なんらあの平和なとこでね、まあよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。